よっ、思った。ミンチ、ミンチやからこれでかいわ。あ、それミンチやって一緒にやるやろ。あー、そうか、もうそのままでやろうか、うん、あ、はいはい、料理の段取りが分かれへん、おとなししとってくださいよ。センフマボド、これで、これで混ぜてます。だっちゅうか、うん、痛いよ痛いよ。今日はちょっとカリカリしないよ。これもちょっとだいぶ古い、ちょっと古いな、これ葉っぱがちょっと黄色くなってきてるよ。もっとふーちゃんのご飯あげるかな。どうしよう、あ、ちょっと臭み抜き、あの生姜入れるか、生姜ちょっと入れる、今目は捨てといた方が、もうミンチと卵だけだ、え、あ、ベーコン、卵じゃ、卵じゃよ、豆腐、あ、それはそうや、うん、ザクザクとザク切りにするか。あ、ごま油のいい匂いしてるな。うん。これは合いびき。え？それは合いびきやろ。豚。そんな豚だけ？豚だけだ。豚だけかな。それで。今塩コショウは？塩コショウしようか。ちょっと待ってね。よし。これも食べておきますね。え？え、これ皿あった？いや、だからうまいよ。え？セブンイレブンのこうやってダブったらいい、そういうことあるよ、ないか、うん、あれは、ね、豆腐、じゃ、え、上か、上か、うん、もうちょっと下にちょっと濃いめに、はい、濃いめにしてこれ、まあ、すごいな、これベーコン、何パックあるのこれ、どうして試す、これは何ぼや、これすごいな、いいって思ったな、これ、この、これ入れるだけ、水入れんの、何よ、これ入れるだけ、ひき肉を炒めて、あ、もう寝たよ、寝た、あ、よかった、よかったよかった。なに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 、火を止めて、クックドゥをクックドアップやないきなりこっち向くからな、そうや、これを入れるんや、入れるほんで、豆腐か、そうや、それ豆腐、これ水関係ない、もう、うん、関係ない、で、これこれ、え、あれ粉は、あのとろみ、とろみの粉ってなかった、入ってない、ないよ、ないよ、あ、入ってないの、これがもうなってんじゃん、そうやったっけ、粉なかった、うん、粉なかったから、いや、作ったことないな、
あ、勘違いしてるのかな、なんか粉、とろみの粉ってなかったの？ない。ない。そうやったっけな。運んだらいい。もう忘れたわ、こんな水入れて、水入れようか。あ、そうやな。まあ、ちょっともったいないからね。はい、入れようか。すごい。ケチケチやな。はい。はい、オッケー。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 これで絡めて。これでしよう。ちょっと入れようか。そうですね。はい、はい。え？こっちからない。スーパー、スーパー。あるとあるスーパーとあるスーパースーパーなんて全国え？トーもないあ、トーもないまだなんでそんなトーもこれでトーを絡めたらもう終わりかあるな、お、ももちゃん来たねももちゃんももちゃん引き取って、ももちゃんとくーちゃんに、はい、はいはい、ももちゃん、くーちゃん、ご飯やってご飯だよってふぅ、ね、豆腐をさいなみに入れます。あ、くーちゃんも来たね。よし、ちょっともう待ち、あげるからちょっと待ってね。はい、ももこっちやで、ももちゃん、はい、こっちやで、もも、はい、はいはいはい、行く、クーちゃん美味しい。クーちゃん。ももちゃんや。簡単、あれもう出来上がりも。もう出来上がり。豆腐が多いな。だって、え？だって2丁やもんな。多いかやっぱ。それ1丁分のタレやったんかな、じゃあ。ほな、なんか辛味みたいななんかないかな。なんか入れろ、味付けする、ちょっと。いや、味付けいいんちゃうか。味が薄なってるかな。よし。あ、今日の献立聞いてない。あ、そうか。今日の献立は麻婆豆腐と、ベーコンキャベツの卵炒め。ベーコンキャベツ、卵も入るんだ。これで卵を最後に絡めます。はい。オリーブオイル。オリーブオイル？あ、はいはい。はい、オリーブオイルね。はい、コストコのオリーブオイルで。そうですね。はい、コストコ。キャベツこれ全部やるの？はい、はい、返事は言えない、キャベツ返事はいつも言う、はい、一緒でいいな、はい、まあ、キャベツこれ一つに入らないんです。それも、はい、ザルのも、はい、ザルのも、え、炒めたらぺっちゃんこになる、うん、で卵も入れてぺっちゃんとなるよ。え
それ丸めないかんのちゃう。これも褒めるよ。まだ豆腐ぬくなってないで。まあ、また食べるときに。これちょっと火強いから。たまには混ぜない。あ、でも美味しい。え？切るから。返しとこうか。え？卵を用意します。キャベツどんなやねん。ようけこぼしてるし。いや、鍋小さいやろ。鍋がだからそれ逆やったよ。キャベツが多いんや。キャベツ。キャベツはどうのこれ。キャベツが多い。キャベツもいっぱいあるから使っちゃわないとあれやし。ちゃん食うのやつも食べてる。そうやね。自分の終わったらすぐ向こう行って食べる。クーちゃんの残してて、ね。クーちゃんもいいの？みたいなだけ飲む。そう。クーちゃんもいいの？もうクーちゃんもう少しだから。そっか。だって10年以上おるでしょ。年やな。マジで。油もうちょっと入れようか。もうちょっとキャベツすごいな。もうちょっとぺちゃんと半分ぐらいになるまで炒めて、うん、塩コショウしたらあの水分もいいのかな。まあ、ちょっと味付けをしてね。